つなげよう海への思い、みんなの青色。上位とか2023年3月北区立王子第三小学校の5年生に向けて特別授業が行われました。講師はお茶の水女子大学サイエンス&エデュケーション研究所の佐藤先生。海に優しく人に優しくと題し、海洋ごみについて学びます。今日はこのプラスチックのこと、海のことについて一緒に考えていきたいなと思います。2050年には魚よりも多くなると言われている海洋ごみ。中でもプラスチックのごみは分解されるまで100年以上の長い時間がかかり、生態系への影響が懸念されています。そこで今回佐藤先生が紹介したのは、株式会社カネカが開発したカネカ生分解性バイオポリマーグリーンプラネットという素材。グリーンプラネットは自然界に存在する微生物によって分解され、最終的に二酸化炭素と水になります。プラスチックの代わりにグリーンプラネットの製品を使うことで、海洋ごみ問題解決の一つの手段になるんです。世の中にこういうものがあるとか、これを作れば海ごみ問題解決できるんじゃないか、そういう視点を持ってもらえたら嬉しいなというふうに思っています。海がゴミだらけにならないようにきれいにしたいです。人は海と共にある。海と日本。